富士スタジアムゴルフクラブ。別にここに置いてあるから、そこでナビをつけたるって言ってもありなんだな、今後。大鳥島。ああ。福岡市街地は、曲がった方がいいのかな。まあ、まっすぐ行ってみっか。楽やし。鳥居の町。どうしような、帰り、まだ3時45分か。新名神使うかどうかですよね。いや、新名神を使わずにもうずっと1号線で行っちゃうっていう手もありっちゃありだけどな。カフカ夢の森ね。あ、カフカ夢の森かな。そうですね。カフカ台ってなってますもんね。で、油ひ神社。あ、これ聞いたことあるな。あ、油ビネですね。で、曲がったら、アメリカ博報堂の方に出れるんだ。あれ？じゃあ、いろいろと行き過ぎてんな。名阪国道ってダメじゃね？あれ、なんで？なんで？ 1 号線どこで渡った？どっかで1号線オーバークロスしてんぞ、これ。なんで？なぜなぜ？渡ってないはずの1号線、とっくに越えちゃってるの。なぜなぜ？あれ？あれ？名阪国道はまずいよ。高架橋上の、伊賀市にも、上野が、伊賀上野があるから厄介すれへん。おー、伊賀上野対高架上野。忍者頂上決戦じゃないですか。あらあらあら。とべつぼや。なんか、悲惨なことになっとった。あ、いけるかい？あ、いいか、下げ。あれ？そう。名阪国道行き過ぎだよ。そんなわけないから、一応このまま行ってみるか。そう、名阪国道は嘘だろ。どういうこと？どういうこと？あ、でもできるとしたらこれ、名神名阪連絡道路のあたりになってくるのかな？噂されている、作る画像のこのとかって言って。ちょっと予定を早めて作りましょうかみたいな話とかが出てたりするあれかな？羊羹漬け。
めちゃくちゃ飛び出しまくってる坊や。ソマ川読めねえ。ピヘンニアまでソマ。あれは難読だね。してごめん。シェイキを捉えとったから。おっと曲がりなの？山崎。はあ。もうまあまあ急に曲がるのね。よしよしよし。はいはい。あれ？また線路が見えてきた。これは、あれですね。草津線かな？あ、油火って聞いたことあると思ったら、あれだ、油火駅の油火なんだ。あ、じゃあ、一駅越えたら次だ。案外、次近いな。あ、で、待てよ。鉄道のところだから、多分そこまで変なアップダウンはないはずだ。じゃあこれで行こう。こんな道あったんだね。ほうほう。あ、三重県の文字が見えてきた。これで三重県伊賀市なんだ。愛が入った。そこの一本入るだけで、伊賀忍者と甲賀忍者ですかね。このまま行くと次に出るはずだから、じゃあ伊賀のドライブイン寄ってったらいいか。伊賀のドライブインちょうど寄れるんじゃね？上杉インターチェンジ出たよ。あ、これあれだ。あ、ここ、あれだ。前通ったところだ。駅間散歩、そうだ、そうだ、次行こうっていう、超お手軽企画の時に、歩いたところですね。なんだっけ、小杉踏切だったっけ？新小杉踏切だったっけな？うん。ところですね。あ、そうだ、横光公園出てきたよ。これは歩いたところじゃないですか。あらあら、懐かしい。じゃあ、このまま行くと、あ、いや、そこから、名阪国道乗れるけど、いや、25号に入っちゃって、ここの25号はまだそんなひどくなるところじゃないから、その先行ったところにローソンがあったところらへんですもんね。だから、上がって、とか、もう後ろここがもうローソンだっけ？ちょっと先に行ったところに、ああ、とか、ここだ。これがもうローソンですもんね。あれ買ったローソンだろ？だから、すり抜けて、これを、こっちに曲がって、次の、球場の方からね、入っていけばいい。そうすれば直接席のドライブインに入れますから、ちょっと席のドライブイン寄ってきましょう。あ、席じゃない、伊賀のドライブインね。意外と過去に歩いた時の、データがこういうところに生きてきますからね。あんな感じでポンと、あ、歩いたことがあるところに出るのも面白いですね。まあ結構いろんなところを歩いてますからね。この辺りが25号、ね、国道の広いところと言われてますけど、この辺りは、ちゃんと普通の国道ですからね。
この先の、カブトのあたりとか入ってくるとね、だいぶまたやばいですけど、そこに入るまでは大丈夫ですよ。で、このあたりでまた、多分、インターの案内が出ると思うんですけど、そのインターのところに併設してドライブインがありますからね。普通の有料道路のあのパーキングエリアと違って無料のところなんでね、出入りが自由なんで、出た先のところに作るっていう感じで作ってありますからね。で、ここを、ちょっとな、右折だ。右折だ。右折するんじゃ。曲がるんじゃ。まっすぐ行くんじゃ。そうすると、大阪方面って出てますけど、大阪方面の方に行くふりをして、ここですね。よいしょ。ぐるっと曲がると、関のドライ、伊賀のドライブイン。ここも当然忍者推しと、いうわけでございますね。まあ、忍者推しの割にはね、全く世を忍ぶ気のない、このド派手な赤い色が特徴なんですけど、映ってるかな？な。よいしょうわ、車止めねえんだ。危ねえ。勢いよく行くとか。着いた着いた。そう、ここは満腹ね。ドライブイン。ハワイアの、そこにトイレがあってあれですけど、そこにね、満腹の地図ってなっててね、満腹になるようなレストランってなってますけどね。確かね、本当に すごい大盛りの、メニューとかがあったはずなんですよね。まあ、今ね、いろいろと食べた後なんでね、そこまで腹減ってないんで、満腹大盛りメニューはさすがにいけんと思うけど、何かしらちょっと食べてこうかなと思います。お弁当やったらお弁当、またね、こっちでもぐもぐしてもいいですしね。ちょっと中見ていきましょう。